やれやれ、ダーカーを倒していたら随分時間を食ってしまったな。しかしあれだけの数を平然としのぐ君も大したものだよ。休憩がてら竜族の話でもしようか。昨今敵外心が強い彼らだが、昔はそうじゃなかったらしい。アークスと竜族はかねてより交流を持っていたのだよ。言語の翻訳も終わっているし、話の通じるものだってそれなりにいるはずなんだがね。おや、おあつらい向きに竜族ではないか。君のような実力者が相対すると不意に襲いかかってくるかもしれない。まあここは私に任せてくれたまえ。やあ竜族の君、なんだ、頭に直接聞こえてくるような、もしやこれが竜族の声か。先生、そんなこと考えてる場合じゃないです。どう見ても友好的じゃありませんよ。分かっているよ、うるさいね。
それは竜族の死体だったものかな。ひどいな、原型をとどめていない。気持ち悪い。先生、よくそれを触れますね。助手を名乗るのなら分かりたまえ。私は生きるものの研究をするのが好きなのだ。終わったものに興味はない。これはただのものだ。触れない道理がない。どれ、内臓は？と。うわっ！うわっ！うわっ！ライト君、うるさいよ。興味あるのかないのか、スタンスをはっきりさせたまえ。予想通りか。すまないね、一人で納得していた。簡易的にだが内部組織を調べた。間違いなくダーカーの侵食がある。おそらく体内に蓄積したものだ。フォトンでない力で倒しても残りカスが。いや、この話はしたことがあるか。まあいいか。簡単に言えば塵も積もれば山になってしまうということだよ。こうか不幸か、組織片は回収できた。これで研究は進むと思う。だが根本的なところは、竜族と話ができなければ解決しないだろうな。そうだよ。さえ、ちょ、先生、もしかして関わるつもりですか。説得は無駄だ、竜族の君。ダーカーの侵食を受けて正気でいられるはずがない。アークスか。今貴様たちに構っている暇はない。され、
ほらほら、おっしゃる通り帰りましょうって。危ないですよ。ほら、うるさいね、ライト君。もう君は黙っていたまえ。さて、竜族の君、そうは言うが、目の前のあれをどうするつもりだい？貴族のロガスは我らが知るだが、同族を犯す著しい掟の審査、掟を破りし者ことごとくカッシーナに戻れ。カッシーナ、竜族に伝わる神話の地獄竜だね。なるほどなるほど、殺すってことか。探しい悪さ、何を考えている？任せろと言っているんだよ。生きているものを見捨てるなんてもったいないこと、私にできるものか。いいかい、あの竜族ならコトンの力で撃退すれば間に合うかもしれない。救えるかもしれないんだ。確証ではないが、やってみるだけの価値はある。うまくいったな。竜族の肉体が頑強なことを誇りたまえ。対処が早かったのも良かったと見える。探しいな、何をした？簡単な話だよ、竜族。内部にいたダーカーの組織をフォトンが召したのさ。もっとも大半は私ではなくこの人のおかげだけどね。怪我はいかんともしがたいが、それはまあ、竜族は治癒も早い。時間が勝手に癒すだろう。アークスの力か。おっと、竜族の君、安心するのは早い。これはただの始まりだぞ。これからも同じようになる竜族は
どんどん増えていくだろう。我ら何を求める？話をさせてほしい。竜族とアークスとの間に必要なのは対話だ。我らは火の絵名を聞こう。アークス、私の名はアキ、助手のライトニー。アークスの子、無礼を浴び、そして感謝を。ロガさんを救いし力、その恩を忘れはしない。どうしたの？そうね、何かしら。新たなマターボードが発生している。どちらにも揺らぐ天秤のようでもあり、揺るがぬしるべのようでもある。得るものがいれば得られぬものもいる。それは摂理である。当然である。しかしここにおいてそれでは許されない。必然でなければならぬ事象もある。私と私たちは求めている。あなたが探し、あなたが得ることを。私と私たちは信じている。あなたがそれをなすことを。すまない、申し訳ない。あなたに十分な情報が行き渡らぬことを私と私たちは謝罪する。私はあなたが望む形への変化を望っている。これは私たちとは異なる私の願いであり望みだ。